現有印霊廟直学問現有印霊廟は、江戸幕府四大将軍、徳川恵都の霊廟建築、上野寛永寺に造営された。建物は豪華な彩色と彫刻で飾られていたが、東京大空襲で大部分が消失した。江戸幕府第四大将軍、徳川恵都は、遠方8年5月8日に死去。霊廟は、上野寛永寺系大北側に設けられた。 霊廟の造営は、翌遠方9年に完成している。なお、戦災を免れて現存する、奥院宝塔及び、奥院、カラモン霊廟は4年後の状況2年の混流である。1930年5月23日、当時の国宝保存法に基づき国宝に指定された。1945年、太平洋戦争の空襲で大部分の建物が、消失、以下の建造物が、 国宝保存法に基づく国宝に指定されていた。徳川将軍のうち、四代家綱と五代綱吉の霊廟は、上野漢栄寺に、二代秀忠、六代家信及び七代家継の霊廟は、芝増上寺に営まれたが、教法の改革を行った八代将軍吉宗は、お玉屋の混流を禁止した。このため、吉宗以後の将軍の霊は既存の霊廟に、行使されるようになり、 奥院の宝刀のみが新設されるようになった。なお、9代家重十12代家吉、14代家持の宝刀は増上寺、8代吉宗、10代家春、11代家成、13代家貞の宝刀は関栄寺にあり、15代吉信の墓は谷中霊園に隣接する関栄寺徳川家墓所にある。霊廟は百四十五年三月十日に、 空襲に遭い、旧国宝指定物件の13棟のうち、直学門、水盤社、奥院宝刀、奥院から門を除く9棟が消失した。これら消失物件は、1949年10月13日の官方告示で正式に指定解除された。焼け残った、直学門、水盤社、奥院宝刀及び、奥院、から門、並びに、 不指定の松明院法等及び文教院法塔は1950年の文化財、保護法施行後は重要文化財となった。焼け残った重要文化財指定の建造物は1963年の官報告示で以下の2件に分割された。上記のうち、直学門及び水盤社は官営寺の所有、奥院は個人所有である。ありがとうございます。